あと1時間で回転するんですよ。これきついよ、これあかんわ。ちょっと回せ。この番組は危ないってお前。企業とタイアップして商品やサービスを全力で PR、 企業案件の新境地を切り開く番組。スイーツパラダイス後半戦。前回は映えスイーツプレートを作るためアイテム争奪ガッツバトルを繰り広げましたが、あ、これダメダメ、全然ダメ、全然ダメ。さあ、というわけでございまして、はい、バトルお疲れ様でした。お疲れ様でした。ここから好きなアイテムを好きなだけ選んでいただきたい。何だったんですか。何のバトルやったんですか。まあまあ、ああいうのは欲しいでしょうに。この番組が欲しいでしょう。ありがとうございます。じゃあどうしようかな。あ、僕らも選べるんですか、ここから。うん、どうかと思う。何も選べんだ。別にいいよ。はい、写真もあるんだね。まあ悩むでしょう ね。もちろん当たり前ですけど、これは誰だろう。僕に行くんですか。全部使ってみます。はい。オフ声っすな。ちゃんとカメラ回ってね。写真とか良かった。いや、これでも大丈夫ですか。これはもう、これ大丈夫。どこがガッツやねん。お前、あれか、展示会の前日招待されたやつ。今日だけ買えるやつだ、お前は。ああいうブランドもんの。あの、紙に全部書いたら、全部後から送られてくるってことで大丈夫ですか。いや、だから展示会のやつ。展示会の前日買えるやつのシステムやねんか。アイテムが決まったら、映えるスイーツプレートの盛り付けをスタート。これでここで、はい、俺も来たことないからさ。これでホールケーキ。わかんないわ。うわー、これは贅沢。どうしたこれを。無論水。どうぞ。最強のプレート作るんで。最強のプレートね。ダメだし、やめてもらって。あー、楽しみやな。うわー、もうなんかめっちゃテンション上がってきた。テンション上がってきた。できてる。皆さん、試行錯誤しながら一体どんな映えプレートが仕上がったのでしょうか。盛り付けが終わりました。はい、1人ずつオリジナルスイーツプレートを発表していただきたいと思います。はい、なんか我こそはという方いらっしゃいますか。はい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 、尾形君いきましょうか。いいですか。はい、僕はやっぱりガッツといえばやっぱり MC がいないと。あ、やっぱガッツの MC といったらコウタさんなんです。いやいやいや、なんでコウタさんのこの写真をもとに、うん、もう再現しました。コウタさんなんです。あ、これ僕やったんや。そうです。これはコウタさんの写真なんですよ。これ僕が帽子取って、そう、一番ハゲすぎてる時の。そうです。これでも見るとやっぱピリッとなるわけよ。で、それで常に常にこう芸人としてやっていくってやつなんですけどもね。今村さん、ちなみにこちら盛り付けとしては。そうですね、私中山コウタをイメージしてくれたらしいですけども、はい、そっくりですね。似てますね。そっくりですね、これね。こういうのもいいかなと思って。優しい優しい。あれよ、これ多分予想やけどさ、尾形くんの娘が作ったより娘の作品。娘より娘の作品やわ、これ。さあ、続きまして、まあ、ちょうどね、逆を言ってると思うんですけど、ナダルくん、これはい、テーマはドリームケーキです。まさにね、もう夢のケーキ、うん、もうそのホール型にできるやつ全部集めて、うん、全種類僕載せました。一個のホールになってる。そうですね、完全にホールケーキになってるのよね。ホールケーキになってます。ほんでしかも周りちょっと光ってます。なんだこれ、なんだ光ってる、なんでなんだなんだなんだ、うん、パンダ、うん、ハート、ハート、星、うん、好きなものばっかり。制限時間に食べれるかな。スイーツパラダイス。チャレンジ。なるほどね、チャレンジメニューにしたんや。もうスイーツパラダイス全部詰め込みました。好きなものしかない。これはでも
もうだいぶテンション上がりました。やってる時に、入れる時にも楽しかった。確かにね、はい、そんなに言うんや。これも入れようとかなるんですよ。おお、はい、なんかいやいや、ええねん、そのもう気の抜けた愛はこれ、そう今村さんすごい、あのスイーツパラダイスを表現されてるケーキだなと思います。好きなことばっかりです。確かにね、はい、あの美味しそうやし、量もある、楽しそうっていうのもありますね。楽しいですね、はい、さあ、そして上地君行きましょう。はい、これはね、これ何なんで、はい、あのさ、はい、めちゃめちゃおしゃれやと思う。、はい、センスか、センスの塊っすね。これはあの森の会員制バーです。はい、青やこいつ、はい、ウサギさんが、あ、動物たちが集まってきてる、動物たちが、はい、おしゃれだ、文句言いようがない。なんやろ、おしゃれやな、ほんまに、ね、見れば見るほどおしゃれ。動物がなんか喜んでる感じがな。動物たちがこのもう一本角度違うだけで全然違うものになってしまうというか、めっちゃ分かる、ね、全部計算された、計算されてんな、はい、今村さん、いかがですか。いや、すごいおしゃれで、あの盛り付けの参考にしたいなと。あ、そのレベルで、ちょっとすごいわ。やはり果物こだわってるということで、はい、果物アピールさせていただきました。上品や。やめて。すごいな。もうそれ、なんか声の出し方も店側になってきてる。店側声やめて。やばすぎるやろ。参考にしてください。さあ、そして問題作へと。何なんですか、それ。これ、ザジー君。はい。一級入魂。一級入魂。何これ、甲子園やから。意味が分かんないですよ、ね。来年こそは甲子園で優勝をっていうテーマに。え、他野球を表現したらどこに。これだから、あの基本的にこのオペラとかこのコーヒーゼリーとかで、あの甲子園の土をねイメージしてまして。土なのそれ。はい、そうです。あ、そういうこと。で、このベリー系で、血を滲むような努力。うわ、そういうことか。甲子園だから。そして、このシャインマスカットで、悔しさの大粒の涙を。ああ、粒になってんの、はい、青やな。ほんでさ、あんまりそのスイーツでさ、はい、あの泥とかあの血とか絶対嫌だ。絶対嫌だ。果たしてこの中で最も映えるプレートに選ばれるのは、一番映えそうなプレートはどれでしょうか。よし、どれだ。一番はカミチーさんのプレートで。うわー、すごい。これ森の会員制バー。いや、おしゃれだな。あります。森の奥に、奥の方にあります。さあ、続いてがいよいよ最後の企画でした。よっしゃ、ダンシンガッツパスタ考案バトル。こちら、あの最後はですね、久しぶりにガッツメンバーの料理企画です。よっしゃ、考えましたよ。皆さんにはですね、あの既存のメニューにはない新しいパスタを考えていただきました。考えました。ちなみにですね、あのはっきり言いますけれども、時間が本当になくてですね、オープンまでもう約1時間、やばいなんですけど、本当にさっき言ってたんですけど、あのパスタを作れない人もいるみたいな。いや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 、せっかく考えたんですよ。いや、それはもう家で同期とか呼んで、あの作ったらええやん。意味ないっすよ。それは言いたくない。そつまんなんですか、同期に。 YouTube にも上げずに、はい、させてくださいよ。さあ、そしてですね、なんと一番評判の良かったパスタ、やはり今村さんに決めていただくと思うんですけども、はい、今後商品化される可能性もあるの。自分は考えた。あの、いつも宿題を嫌がる尾形君、考えてきましたか。もちろんですよ。大丈夫。もちろんちゃんと考えて、いろいろ家族とも話し合って、うん、一応ちゃんとちゃんとコンセプトありますから。あ、嘘ついてるな、これ。黒目が黒すぎる。言うてる時も見てください、後でちゃんと本当にやってますから。わかりました、はい、まずはどうやろうな。やっぱり助っ人じゃなくて、尾形君ばっかりだから、ナダル君。おっしゃ、いきます。お願いします。はい、この後ナダルさんの考案パスタを披露しようとすると、あ、今ちょっとなんか臭いな。臭いですね、これは。あと1時間で回転するんですよ。これきついよ、これあかんわ。ちょっとすいません。愛がないやつ、やっべえぞ。さあ、それではナダル君、はい、調理お願いします。はい、ちょっと僕はもうやっぱこの季節になんかうまいことなったらいいなっていう感じでちょっと考えました。季節にうまいことなったらいいな。どういうこと。毎年うまいことなってますよ、日本は。四季がなんかその旬、
みたいな感じでちょっとなんかほんでしかもなんか夏バテと言いますか、小笠さんもこの前大変やったんですよね、脱水症状とかね。そうなりました。そういうのも聞くの。そうそういう熱中症対策みたいなのもちょっとやってほしいな、今ちょっとあの奈良漬けっていうね、これ奈良の漬物なんですけども、これを今切ってる時になんかもう火つけて予熱してます。短縮です。早い、めっちゃ早い、はい、奈良漬けって結構癖のあるものなんですけども、確かにこれ小さく切りまして、うん、なんかちょっと歯ごたえというか、なんか今までそのなんかパスタで歯ごたえってあんま気にしてなかったじゃないですか、うん、言うてもなんかパスタがもちもちやなとか聞いたことあるんですけど、なんかシャキシャキやなとか聞いたことないじゃないですか。いやお前おしゃべりクッキングぐらいしゃべんなすごいな。ちょっとこれをちょっともう入れて、で僕ちょっと知ってるんですよ実は。知ってる、うん、あの発酵食品と発酵食品ってものすごい合うんですよ。あだからクリームチーズと奈良漬けぐちゃぐちゃに混ぜます。わあ、それだけでうまそうだな、あれつまみで。あれつまみできたよね。これどうしよう、油いんのかな。あ、そっかバターで。あ、うわチーズ。これチーズなんでバターみたいに使います。これ。そうなんですか。初めて聞いたんです。そんなこと。チーズをバターみたいに使うの。こういうなんかちょっと工夫します。でもバターみたいにならないですよ。やっぱチーズってやっぱ全然違いますね。だからもう、まあ、とりあえずちょっとチーズ溶かしてますか。あ、カンはこれバターの方がええわ。カンは全然焦げてるわ。カンこれ焦げてる。あ、カンこれ油いるって。油油油。油ない。油油でいつもないんかい。出てるって大変なんか。全部出てるって。あ、オッケーオッケー。入れよう、チーズそのまま行くんだね。チーズは入れたいんだ。チーズはもううまいんだ、そのまま行くんだ。ほんで、もう行きます、牡蠣。うわうわ、牡蠣のエキスそのままに。なんでバターなかったやろ。うわー、ええ匂いすんな。あ、ちょっとなんか臭いな。そうですね、チーズ合わへんかな。ちょチーズ避けます、一回ね。なんか嫌な、嫌な嫌な匂いしますね。嫌な、あー、これダメ、俺ダメ、俺これ嫌いかも。俺ダメっすわ。すいません。大丈夫ですか、店的にこれ。お客さん入るんですよね。換気しないといけないです。うわ、これはあと1時間で回転するんですよ。うわ、これきついよ、これあかんわ。ちょっと回せ回せ。じゃあお前のせいやんか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、やるからこれ。すんだよ。あ、でもええ匂いしてきた、めっちゃめちゃええ匂いや。ようか、あれ、ちょっと。あー、やだ。これやばい。な、チーズかな。これなんやろ、ダメだ。あの多分柿のなんか汁みたいなのを全部入れたのが。あの汁が良くなかった。これがでもなんか切って入れないとめっちゃ香ばしくなってきた。キッチンペーパーでやる。料理もね、もう味付け何もしてないけど、このめんつゆとか全然使ってないけど、入れるから今から。こっくり入れるんだ。これあのだからね、バーベキューとかでさ、お腹壊す時ってこういうやつが多いんですよ。こういうやつのせいでお腹壊すね。そうっすよね、絶対。うわ、ちょっとほらほら、嗅いでくださいよ、ほんなら。めんつゆで良くなった。あ、ちょっと匂いはあれしてきたよ。早くない？何してんの？めちゃいいな。うんま、うん。もういいかな。もうええ？あ、それは？それない。奈良漬けをあんなおしてたのに。これがもうこれで一個ずつとりあえず。じゃあこういきます。めんつゆで良くなった。ちょっとやだなそれ。それやだな。流るのでいやー。え、マルトルさんにめっちゃ。じゃあ誰の手もみが嫌かっつってやっぱ流るかな料理は。ですよね。うわー。でもこれは理論上は合うんですよこれ。うわうまそう、まずそう。間違えた、入れんの黒酢入れんの忘れた。黒酢黒ちょっと入れていいですか、かけてこの上に。え、健康にいいですよ、あのめっちゃいいですよ。冷めるだけちゃう、別にいいよ、僕らは口出せないから。プチプチプチってオッケー、できました。特にタイトルは何ですかね。もうあります、夏場にもう最高、もうバテない黒酢。クローズ、クローズ、クローズ、お前パスタ作ってクローズ、クローズ、クローズ、カキ、奈良漬け、漬け漬け、クローズ、盛りや盛り漬け、盛り漬け、ね、漬け漬けパスタ。はい、さあ今村さんこちらいただいてください。一回食べてみてください。クローズガッツ漬け漬けパスタです。漬け漬けパスタがいただきます。はい、食べてください。割れてるやん。うわ、あたしだな。クローズで、クローズは強いんじゃない？健康にいいんだよ、酸っぱい。いかがでしょうか？美味しくない。美味しくない。いや、だって美味しいものが全部これ、いろいろ美味しいから。今村さんの舌は、これはダメだわ。今村さんの舌は確かなんか、ちょっとちょっと。いやいや、確かよ。美味しくないんや。今村さん見てほら、飲み込んでこれ給食でほんまに食べられへんもん。あったね、人の顔してるわ。出してきていいっすよ。今村さんが今、校内から出します。そんぐらいの、はい、これはやっぱもうどう、お味の方、自分で。奈
もずくのチーズがダメ。汚いよ。汚い。もういやもう。なぜ。というわけでございまして、さよなら。終われるか。終われるか。まだありますから。さあ続いては、上地考案のガッツパスタです。これはちょっと信用できそうだな。はい、空気変えたいですね。先ほどのプレートの時から、はい、期待してます。本当に空気変えたいです。換気っていう意味とか換気っていう意味とか全部で、はい、確かに、はい、じゃあ、はい、普段お料理とかも全然、いや、あんまやんないんですけど、うまいんですよ、めっちゃ、うん、手とかめっちゃ綺麗やし、なんか手綺麗な関係ないな。神地はでもあれですね、はい、手綺麗な。あんま手あんま意味ないです。綺麗なあんま意味ない。なんかほんまバターで。さっきのさ牡蠣の時にバターがあればな。さっきバターで匂い消せたんですよ。全然違ったと思う。バターあったんや。なんで貸してくれへんねん。俺が準備したからな、これはもうバターくださいっつって。貸してほしかったっ。チーズは無理よさすがに。バター借りんなお前。緊張か。やっぱりこの時点でかなり強いと思うのよね。もう、うわ、はい、正直ね、食材見てもまずくなりようがない。まずくなりようがない。絶対うまい。ナダルは攻めたけど。そう、攻めたんすよね。なんかだから一か八かみたいなところはでも上地さんやってないですね。あれうまいよね。めっちゃうまいです。一応居酒屋でバイトしてたんで、はい、何でもできるなことは。だからさ、本当にさ、ある程度料理できる人って変に自分でできるって言わないのね。なんかできそうでできるのが一番恥ずいね。さっきのお前な。いや、出るぞ、あれだって指さして。ほんまないですよ、広報の方からね。口からパスタを出すという出してほしいね、でも俺は、いや、すごい美味しそうやけど、せめてはないなと思いました。手際もいい。手際はエリックス。いや、いい。間違いないパスタ作ってなって感じ。いや、いいな。それでええやったらそうでしたけど、めんつゆを。おー、いや、一緒だ、めんつゆ。ほら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 、めんつゆは一緒なんですけど、ここで豆板醤。ちょっと辛くすんの？あ、結構入れるね。これ意外と入れないとちょっと消えちゃうんで。はい、やばいぞ、これうまそうやぞ。うまそうだな、はい、消えちゃう。めっちゃいいのするぞ。もう一発、これちょっと、まだいく、まだいっちゃう。あ、いい匂いする。溶かすんだ、そこで。はい、ちょっともうパサついちゃうんでね。ちょっとなるほどね。俺はバター1個でいくかな。あ、君はバター1個でいくんや。俺は1個でちょっと止めるかな。ちょっとベタベタすぎるとどうなのかなと思ったりします。まあまあ別に料理の話はする権利ないよ全然。今後もな。彩りやな。大葉、大葉と優しいわ。はいはいはい、完成です。これは、わーわー言うてるやつが食うパスタじゃんです。はい、じゃんじゃんじゃんか。トーバーじゃんはじゃん。このメンツでわーわー言うてるやつが食うパスタじゃん。うわ、全部が伝わってんだ。今多分出てるよ字幕でね。ありがとうございます。あのテロップ出てるあの箱の長いやつの端から竜みたいな。料理感の強いやつが。そんな絶対うまいと思う。濃いかもしれないですけど、すみません。うまいか。いきます。あー、緊張するな。なんかうわ、でも、うん、すごいキノコと辛さがマッチしてとても美味しいです。やったー、よかった。ちょ、食いたい、普通に食いたい。ちょっと俺も一口食いたい。うん、うまっ。豆板醤いいね。うん、まい。これめっちゃうまいやん。他に似てる味がないかもしれない。確かに。あ、本当ですか。これうまい。酒のつまみにもいいし。うん、あ、これうまいわ。美味しい。居酒屋さんのやつですね。ね、うん、一品目としては素晴らしいんじゃないでしょうか。あ、はい。ね、本当に。何が何が。やってんだった。あ、これあの真似したいけど、たまにテレビで MC の人がやるボケな。なかったことにしてよ。で、ちょっと待ってください。あれの真似です。AK 部のやってありました。そう。なんと尾形さんとジャジーさんが異色パスタを発表。止めない。止めない。何してんの？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 それ。それ寿司や。料理じゃない。全力こそ正義、サンクー！さあ皆さん、はい、まずここはなんてお店ですか？スイーツパラダイスですよね。ちょっとごめんなさい、分からん。どういう意味。ちょっと意地悪したろ。あ、意地悪だよお前。
そこじゃないだろ今。そやな。スイーツのパラダイスですよ。確かに。だったらね、はい、もうパスタといえばなんかしょっぱくてね、うん、なんかちょっとそういうイメージになってますけど。しょっぱくて、はい。パスタもスイーツなんだと。おお。そういうことはスイーツパラダイスなんだから。さん好きやなスイーツにすんの。私もスイーツしてたよ。いいんだよそれ。だからもう俺スイーツ系にしました今回。はい。これは何ですかこれ。フルーチェ、フルーチェ、フルーチェとパスタか、一回ありますよね食べたこと、いやありますありますよね。だからフルーチェ自体は美味しいから美味しいですよね。懐かしさをやっぱ思い出すよ小さな、もう東京出てきてさ、ね、もうね、これ熱熱が言えね、これ熱、大丈夫ですか？大丈夫ですか？小川さん熱であんななったんや。すごい牛乳をねちょっと入れます、はい、でこれ隠し味皆さんやっぱりね、はい、小さい頃飲んだ飲み物って何ですか、あの寝る前とかね健康のために、ね、ちっちゃいやつ、ヤクルトですよね、うん、思い出してヤクルト最近飲んでないでしょ、もう飲んでますね、ほらほら今飲んでますけど、なんで邪魔してんだ、だからなあでも懐かしいでしょ、ヤクルト小さい頃から飲んだよ、うん、これ飲みなさいって言って、はい、ね、それを結構子供で言ったらもうこれヤクルトだよ、ヤクルトなんです、まあこれは確かに子供の頃の夢やった、夢でしょ、フルーチェも夢ですよね、いやそのまま飲みたいね、それをちょっとちょっとちょっとだけね、ちょっとだけヤクルト、ちょっとよ隠し味で、それ温めるんですか、これ温めないです、温めない、温めない、この麺は熱いですよ、結構、いやそれはいいのよ、それをね、うん、そこがやっぱりなつけ麺的な発想だから、そうっす、あったかい発想で、つけ麺の逆か、逆でやってます、逆でやってます、はい、硬さはどうしますか、普通で普通ぐらいで、硬さはどうしますかって普通パスタで聞くねんな、フルーチェの硬さを決めさせない、もうすごいのよ、懐かしいだろこれ、懐かしい、飛んでる飛んでるって言ったよお前、お兄ちゃんが飛ばすことなかった、そんなあるあるないっすよ、多分なんか勝手な予想やけどヤクルトの感じで固まらんなって、そうそう、勝手なもするから、うん、いやでもこれがないとやっぱりね懐かしさがもっとね、フルーチェで懐かしさ覚えておじいちゃんを覚え出してヤクルトでおばあちゃんを思い出す、フルーチェでおじいちゃんを思い出してヤクルトでおばあちゃんを思い出すから、なんか日本語は聞こえんだけど全然意味わからない日本語は聞こえてるけど、ね、それでもうかけちゃうってことじゃん、いや僕これ嫌、うわちょっとうわ最悪や、カレーライスみたいな、なこれあれや、NASA の人が食べる人NASA の人が食べる料理や宇宙でありそうっすね、いやこれはでもね、もう概念がね皆さん、まあ、NASA とか言ってますけど概念が、ね、あなたたちもう本当にベタなのよ、もっと柔らかくフルーチェのように柔らかく、はい、固まってなんぼやろですよ。フルーチェじゃ頭完成ですか？一応完成ですね。これで完成してもうたで。実は本当にこれうまいのよ。今村さんに申し訳ないわけなんだから。これはうわ。そうそう、まずフルーチェからいって、はい、いきます。いただきます。固まってもないし。うん、はい、うん。フルーチェうまい。美味しいです。ねえ、懐かしい。ちょっとやっぱヤクルト入ってるからまた懐かしさが。ヤクルトも感じます。うん、感じます。感じます。感じる。意外といけんねんヤクルト、だからこのベタみんなね一直線なのよ、もっと柔らかくフルーチェのように、いやだからさ固まってなんぼやつさあついに麺を今村さんいただきます、麺はやっぱ味がないんでそこで概念をぶっ飛ばしてください、味ないんですか、スイーツとして、うん、えパスタとフルーチェを一緒に食べてる感じがします、何言ってんの、決め打ちすなよ、まあ、美味しいってことでしょ、あの予想通りの味で、はい、もちろんパスタ自体も癖もないしフルーチェ美味しいから、はい、そのままですよね、そうです、どうなんですか、混ぜたことによる化学反応はあるんですか、一つもないです職人は厳しい今村さん、反応とかじゃないですよこれ、あタイトルとかあったのちなみにありますよ、うん、言うてあげて、あタイトルを言えばいいですか、うん、これのタイトルお言う？いやそれはそうです。分かってますよそんな。決めてるんだよ。まああればやけどこれ。はい。はい、フルーチェ麺です。よくないわ。よくないわ。
もう何も出てこないですよ、ごめんな首な、いやもっとやってほしかったですさあそれでは最後ザジー考案のガッツパスタです、お願いします、お願いします、ちょっとねパスタの概念を変えたいと思います、はい、お寿司がねマグロサーモンこれはエビカニビなどがあるんですけど、はい、これは後ほど分かってくるんですか、後ほど、はい、別々に食べたいよね、食べたいです、うん、寿司そのまま食いたい、なんかその分かんないですけど概念変えようとしてるやつ僕のやつおれへんというかお前や一発目のお前お前もだよニンニクをね多めにでもやってる人オリーブオイル、はい、いいっすね、確かにパスタってねニンニクペペロンチーノとかすごい入ってますよ、はい、あそうか、カミさん今んとこどうすんこの感じは、いやいや早くない聞くの早くないこの段階じゃん、確かにあまりにも早いカミチ今んとこどういいっすよ、あもうニンニクとトマトもうパスタになりそうじゃないですか、はい、でここにイカスミ入れたいと思います、ここではい、イカスミをここに、うわぁでも、まあ、まあ、ありそう、これうまそう、はい、で、ここにパスタ、あ、もう入れます、これいいね、早いよ、神さん、ここまでどうですか、なんか、そんな小刻みに効いてくるこれなんかもう、どう使ってくるのか確かに、こっからだよね、ホンモリーのが結構丸々、うん、イカスミって癖ありそうで意外とない、はい、あからね、パスタ美味しいですけどね、で、もうこれ大丈夫です。え？ここからもうトッピングに入ります。トッピング？はい、ここに3つあった卵ないやねん。いやいや、ここからここから使います。ああそうなんや。なるほど。黒いね。結構匂いするぞでも。ここからちょっとトッピングにね。はい。トッピング。はい。おきれい。ブロッコリーをねこんな感じで、はいはい、体にいいしな。ここでそこに入れんの卵黄、そんなお前大葉のとこ入れんのかお前、で皿ないねんもんピリピリしてるな、ピリピリついてるな、細い声で怒られたな、これで、あでも見た目はいい、綺麗綺麗、でここで最後です、え最後って何、何してんの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 、それカニもいっちゃおうかな、何してんの、何してんの、でちょっとね醤油を寿司やんだな、それ寿司や、料理じゃないエリボイルも、エリボイル、えうわもうシャリとかベトベトなって、うわうわうわ完成です、うわ完成、はい、寿司の誕生、寿司が生まれた、いや、どこからあったよ、いや、寿司はあったよ、全部混ぜて、あ、お寿司も混ぜて、全部混ぜて、簡単に混ぜ て、 混ぜてこれは、うわうわ、いや、美味しい、味どうなのこれ、今村さん、体調大丈夫かな、どうぞ、いただきます、オリーブオイル、おいオリーブオイルが気持ち悪かったな、うん、うん、あの、卵黄でそれぞれの味がなんかまとまってる気がする、まとめ上げた、おいし思ってる、おいしい、まさかの、おいしいという声が、マジ食べてみたいな、はい、食べてみたい、食べてみたい、ちょっと、え、マジで正直な意見はね、え、どうですか、おいしい、おいしいでしょ、確かに、そっか、イカスミ、はい、変なことしてないですか、おいしい、おいしいよな、ふざけてなかったんや、うまいし、ほんでさっきの寿司のネタがこのイカスミとめちゃめちゃ絡んで、うん、寿司絶対いるその感じが、ありがとうございます、的にあれミスター端っこの展開絶対ダメやろって言ったらうまいって、そうだすげえ、頑張ってくれ、これで全ての企画が終了、果たして最も PR に貢献したのは、今村さん優勝者の発表お願いします、はい、優勝者はカミチーさんです、スイーツプレートもパスタもどちらもとても美味しくて、確かに、ありがとうございます、あとすでにジェラードンコラボやってるんですよね、はい、いつもお世話になってます、こんなもんズルズルやんか、ズルズルの結果じゃないですか、あんま言いたないですけど、ダンスで死ぬほどズルしてましたよ、あ、してた、まあ面白かったです、ね、面白かった、はい、面白かったズブズブじゃないですか、あ、そうですよ、ズブズブっす、開き直った、おい、開き直った、おい、ズブズブっす、おい、ズブズブっす、おい、優勝です、おい、優勝、チャンネル登録、高評価お願いします。